いないわね。もしかして時間が悪かったのかしら。またどこかで戦ってるのかも。こうなると贈り物をオーナーに預けてオイラたちの代わりに渡してもらうしか。お前たち何用だ。うわっ、お前どこから出てきたんだよ。びっくりしたぞ。あ、お久しぶりです。私は国勢リーウェ七世のユーヘンです。ユーヘン国勢、オセル討伐の際に会ったな。悪くない剣さばきであった。オイラたち、お前に怪盗祭の贈り物を届けに来たんだ。ほら、美味しいもんがいっぱいあるぞ。このような贅沢な品、我に渡す必要はない。無駄になる。妖魔退治は我らが責務。礼などいらぬ。合掌は人には毒だ。たとえ凡人をはるかに超える身体能力を持つお前たちでも、我に気安く近寄らない方がいい。おい待てよ、もう行っちゃうのか。もうすぐ怪盗祭なのにゆっくり休んだりしないのか。騒がしい場所は我の好みではない。それに祭りの期間中は妖魔の侵入に対してより一層警戒を強める必要がある。それゆえ我もいつものように見回りを行っている。お前たちも娯楽に興じる時は用心するがいい。危険にあった時はならいい。いなくなった。ショーは相変わらずだな。今年は花火見るのかな。ええ、そうね。これで仙人への訪問も全て終わったわ。下に降りてしばらく休んでから城内へ戻りましょう。